完璧な調合。マジで全部良くなりますよ。昨日買ったシャインマスカットとオレンジ、あ、ヨーグルトあるよ、食べる？3個食べればお腹いっぱい。3個食べればお腹いっぱい、うん、うん、取りに来て、うん、はい、はい、どう？今日のも美味しい？うん、うん、よかった。甘いね、うん、シャインマスカット食べて。本当だよね。あと私子供の頃食べたことなかったよ。ママ、これできる？ん？できる。おお、難しそうだね。やってみて。これだよ。あ、こっちは行き止まり。じゃあ。こっちも。あ、こっちも行き止まり。最初からだ。え、でも一応あれ第一候補はさっきのところで、第二候補がそこって感じよね。いや、割引券あるなら、あ、じゃあそこで一回料金見てから全然 OK だったらそっちにする。距離もさ、さっきのがこれか、うん、で、言ったのがイエイ、もう全然距離的にもそんな変わんないし。アメメが大きいか、うん、やってみる、うん、よーいどん。どっち、誰が勝ち？ユーリ。ユーリ。いかない。注文した方がいいんじゃない？ユーリ。優勝は誰？ユーリ。ユーリ。ユーリ。勝てない勝てない。可
わいすぎる。何今の、ね、善光寺までこっから何分だっけ。30分ぐらいかな。30分か。うん、いろんなお魚さん行きたい。行きたいね。そのホテルにちょっと行きたい。すごくない？素敵。入ってる。これ一個買ってみる？ねえ、これ一個欲しいよね。何これ？アヒージョ、パスタにも。このさ、梅の入ったやつがすごい欲しいんよ。梅七味ごま。かわいい、ピンクだよ、だって。かわいいね。顔。よかった。もう全部食べた。早い。人気するから早く食べた。すごい立派だね。
何の勉強からしましょうか。はい、上手に整えた。うん、上手だね。上手。ふーちゃん上手じゃん。ママに見せる。一つ。めっちゃ上手。全然線からはみ出してないよ。100点花丸ちょうちょうちょう。わうん、できた。上手。また綺麗にできてる。上手上手。これ何？ホットプレート？あ、そうだよ。今日ホットプレートが出てやったからね。下、こっちがいい。はい。お手伝い。偉いね。お野菜。ゆいちゃんの砂物片っぽずつでいいよ。一個ずつでいい。持ってる。早く汁こぼさないで。こぼさないちょっと汁物は危険だったね。ね、せーの、いただきます。見返して。何色？透明だよ。みたい。いい香り。はい、ミッキー乾杯。乾杯。ミッキーチュッ。生酒。ちょっとシュワッとした感じがある。美味しい。やっぱ勧められたんならしてよかった。へー。食べれる本当にゆりさん。食べれる？これピーマン。お肉はさ、うん、これね、特製ブレンド。特製ブレンドね。あのお肉に合うような調合にしてっていう感じで作ってるから、うんうん、唐辛子とあのブラックペッパーとかお塩、うん、あとは柑橘系でレモン、カボス。ほう、カボスね。うん、ちょっと僕ら行った。そう、完璧な調合。マジで完璧って言ったね。もっとかけてもいい。あ、そうなんだ。めっちゃ合う、これ。あー、うまいね。で、ほんと上手にブレンドしましたね。でしょ、うん、でしょって、なんか私がブレンドしたみたいだけど。どんなのにしたいかってすごい聞いてくれてさ、うん、あの合わせてくれるから、うん、助かった。うんうん。
あのね、ん？取ってこない。長野は本当美味しい。うん、長野美味しい。いただきます。果物の中で一番好きなんだよね。梨の中でも20世紀なんだよね、しーちゃんは。この歯ごたえとこのみずみずしさ、うん、キングオブフルーツフォーミー、シャインマスカット。おやすみ。で、旅先のクラフトビールもいいよね。で、よいしょ。そばかりんとう。そばかりんとう。あのおそば屋さんで買ったやつよ。うん、めっちゃ美味しかったよね、これ。ねえ。美味しい。うまいね、これ。もう止まらなくなってる。うん、ここに住む？長野に？私、長野に住む。マジで？うん。ついの住処探し。最近なんかここに住みたいなってなかったんだけど、うん、ここに住みたい。早いやね。早いか。ちょっと早い。早いか。うん、味する。味する。そうでしょうね。シロップかけなくても美味しい。うん。そうなんだ。もう一個食べたいな。いいよ。一個だけ食べてもいい？